はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハ新誠チャンネルの誠です。いつもはこんな感じの航空コートを着て仙台市太白区富沢のアクロスプラザ富沢日産の中にあります蔦屋書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしています。はい、今日はですねこちらと出したいものがまさに今この辺にねあるんですけれども、はい、こちらですね。はい、アルファ7、まあいわゆる、まあこれはまあ相性があるからあれですけれども、一眼レフカメラであったりですね、ミラーレスのカメラ、ミラーレス一眼レフであったりですね、一眼レフカメラに、からですね、から、HDMI で出力できる外部モニターこちらですね、 Amazon さんで購入したものこちらの方をですねご紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、ということでですね、今回こちらの方の、外部モニター、ちょっと購入してみて、こちらの方ですねまさに組み上げが終わってまさに今使える状況になったところなんですけれども、いやーですねこれ買った当時に、まあ、買った当時っていうか、まあ、つい最近買ったっちゃ買ったんですけど、買った当時はですねこちら4000円で購入いたしました。はい、4000円ってね安い。この間ね、まあ、まさに今ね、その上につけてるんですけど、UU リグの、UU リグでいいんだったかな ?UU リグ。はい。さんの、こう、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、後で撮影したものをですね、そちらの方にね、アップしていきたいと思いますというかね、別動画のね、リンクも貼っておきたいと思いますけれども、別動画で紹介させていただいてるんですけれども、まあ、自撮り用の、ミラーっていう風な形でね、アルファ7の上のね、ホットシューのところにつける、機材なんですけれども、それでね、こう見て、画角をね確認しながら撮影できるなんていう風な感じでね、最初買ってみてはいるんですけれども、こちらの方が2,500円ぐらいですかね。はい、で手持ちでねやる分には、自撮りする分にはやっぱいいんですけども、すごく電池もいらない、電気もいらない、だからすごく楽でいいんですけれども、なんですけどもちょっとこういう形でね、ちょっと今どのぐらい1メーターちょっとぐらい離れてるんですけれども、カメラとはですね、私とカメラが離れてるんですけれども、こんな形で、まあ、YouTube 動画撮るとかっていう風になった場合ですね、こうなるとピンの合いがね、特に私マニュアルレンズ使ってるんで、ピンの合いがまあちょっと甘いのか甘くないのか、なかなかでその距離から見れないっていうのもありまして、で外部モニターあった方が今後の撮影にね使えるんじゃないかなと思ってですね、購入したわけなんですけれども、まあねピンの合いがねこれで合ってるのかな、もうこの辺から合わないですよね、もうねこの辺から合わないですよね、もうこの辺で合ってて、ちょっとねこんな感じでもう合わないですよね。はい、特にね F1.2 で撮影しているのもありまして、ピンの合いが非常にこう狭いんですね、こうねこの距離というかですね、このねピンの合っているところっていうのはすごくね少ないっていうのもありまして、私がねこうあんまりこう動かなければね問題はないんですけれども、はい、まあその辺のねモニタリングをするためにも、目の前にちょうど目の前に私今ここに置いてますけれども、まあ近くてね大きく見える7インチのモニター、ちょっとねこれをね、使えるんじゃないかなと思ってですね購入してみてですね、まあただこれいわゆるラズベリーパイですね、小型のね PC、なんて説明したらいいんですかね、小型の PC って説明するのが一番だと思うんですけれども、Windows とかね、そういったものが乗るわけではないですね。独自の OS、まあ、ラズベリーパイですけれども、が動くというか、ラズベリーパイ自体を、の用のモニターとして、販売されている、モニターというふうな形でね、こちらの方を購入、販売されている。ね、まあ、この他にも、まあ、10インチっていうのはあんまりないですけど、7インチ、
あとは5インチもなんかあんまり数ないですね。5インチと、あとは 3.5 インチがやっぱり一番多いみたいですね。 3.5 インチっていう風な大きさのサイズの液晶でタッチパネルになっていて、まあ、解像度もだいたい640とか、下手するともうちょっと低いのかなとか、まあ、800とかね、そのぐらいの、ものなんですけれども、まあ、ちょっとね、今ね、こうやって話してる内容もね、今から、動画の方をですね、ボンとこう、組み立て動画っていうのを出したいと思います。はい。バラバラできます。はい。バラバラできて、それが、組み立て上がって初めて、まあ、こんな形になりますって後で撮影して、バシャッとこう写真をね、ちょっとね、上げておきたいなと思います。せっかくね、今ね、iPhone あるんで、iPhone 11 Pro で撮影しちゃいましょうかね。はい、こんな感じですよっていうのを今こちらの方で撮影してみます。はい、バシャッとバシャッ、はい、撮りましたと。でこんな感じで撮影してますってのもちょっと撮ってみましょうかね。はい、いきますよ、バシャッとね。はい、こんな感じで撮影していますと。はい、でまあこんな感じで組み立て上がりますよっていう感じの動画、あと今からこちらの方にですねアップしていきたいと思いますので、ちょっと早送りになりますけれども、ぜひ、まあそんな難しくないですけどね、とりあえずアップしていきたいと思います。どうぞ。はい。はい。でですね。まあ、こんな感じで組み立てた結果、こういった形で立ち上がりましたというふうな感じでした。まあ、なんかね、α7、まあ、専用で作られているものではないからっていうのもあるんですけれども、起動してつなぐとですね、まず最初にね、こちらでね、再生画面がなんか出ちゃいますね。なぜか。まあ、α7 の仕様だとは思うんですけれども。で、そして、一度ね、シャッター半押しすることによって、初めてこちらの方にモニタリングのできるモニターとして使えるっていう状況になるっていうね。まあ、標準のものじゃないですからね、このぐらいの使い勝手は、まあ、しょうがないのかなっていうふうには思いますけども、無事ね、モニタリングできるような形で、こちらの方のモニター使うことができました。はい。まあ、バッテリー、詳細でいくとね、HDMI のケーブル、最初からついてくる HDMI のケーブルだとちょっと短いので、それをね、ミニかな、マイクロになるのかな、ちょっと後で調べときますけれども、α7 の、サイズにまず変換するような形になって変換ケーブルでつないでっていう風な形になりますけれども、まあ本当に普通にね HDMI で使えるものであればいろいろ試してみましたけども、MacBook の、サブモニターという形でも使えましたし、もういろんなものにね普通の液晶テレビとして液晶モニターとして使えるっていう意味では使える感じになってました。ただね、一点だけ他の商品と違うところがあるとすれば、今この状態ね、盤面の後ろとかもね、いろいろ見てみたんですけれども、3.5ミリピンで、音声の出力というのができないというふうなことで、本当にモニタリングでモニター専用というふうな形になってしまうというのが、まあ、欠点といえば欠点かなというふうなところなんですけれども、まあ、私の使用方法ではこれで何か動画を見たりするわけではなく、ここから音が聞こえてきてほしいとか、ここから出力したもので音が出てほしいというふうなことではないので、
なので使い勝手はいいかなというふうに思いますけれども、まあいろんな商品ねありまして、まあ、相性もあるかとは思うんですけれども、いろんな商品でね、あのアマゾンさんの方に出ているラズベリーパイ用というふうに言われていて、まあ、評価があまり低くないもの、これも結構大事ですけれども、あとはケースが最初からついているもの、ケースついてないとね、あの盤面むき出しになっちゃうので、その盤面むき出しにならないようにするために、まあ、ケースもセットになっているということで、私はこの商品を購入する形になったわけなんですけれども、まあ、用途に合わせてもうちょっとちっちゃいものでもよければ5インチ 3.5 インチというような形もいいと思うんですけれども、まあ、大体持ち歩くことも考えて、私は、まあ、ミニタブレットサイズぐらいの7インチっていうのをこちらの方を選んだんですけれども、まあこれね、正解、私的には非常に正解、見ててね、こうね、あ、うん、ピン合ってるなっていうのをね、こうやって見れるっていう風な意味では非常に使えるなという風に思っております。やっぱどうしてもね、UU リングいいんですけれども、自撮り用っていう風な形で上に乗っけてる感じになるので、自分を撮ってる分にはきちんと見えるんですけれども、鏡がこう入ってるっていうだけなので、そうなるとですね、あのちょっとした角度の変化で、今もそうですけれども、私今見えてないんですね。画面よりちょっとこっち側に寄っているっていうのがあるので、UU リングね、こうやって見てやっと見える感じですね。やっぱどうしてもね、あの真ん中に移動しないと見えないっていう風な感じになってしまうので、はい。その辺をね、補えればいいかなと。はい。いう風な形でこちらの方のモニターを購入してみました。非常にね便利で、使いやすいものですので、ぜひね皆さんもね、動画撮りたい、特に α7 で動画撮りたいとかっていう風な方であればですね、ぜひこちらの方ですね、まあ、安いんでですね、本当に4000円で買えてしまいますので、ぜひこちらの方ですね、チェックしてみていただければと思います。はい、ということで本日の新誠チャンネル、こちらの方で終了となります。もしダメになったとかね、面白かったという方いらっしゃったら、ぜひねグッドボタン、チャンネル登録ボタンを押していただけると私以上に嬉しいです。ということで、また別の動画でお会いしましょう。それでは。